皆さんこんにちは、本物の外科医の北原博人です。おはようございます、こんばんはの人もいるかもしれません。今回は本物の外科医一人飯ということで、お昼にご飯を食べに行っている様子を事前に録画しておいて、それにアフレコみたいな形で音を当てていくっていうライブをしていこうかなというふうに思っています。なんでこれをやろうと思ったかっていうと、僕がこうただ喋ってるだけの映像っていうのを見ててもあんまり面白くないと思うので、生のアメリカの映像を見ながら話をしていけたらいいなというふうに思っております。あ、これはあのね、有名なポップコーンの店かな、うん、これ今ね、歩いてるところはマグニフィティセントマイルって言って、ニューヨークの5番街みたいな一番大きな通りですね。これはちょっとおしゃれなアンダーアーマーのお店。着きました、シェイクシャックバーガーです。今店内に入ったんで、シェイクシャックバーガーは結構こっちにはいろんなとこにあるんですよね。どこ行っても大体あるかなと思うんですけど、日本はどうですかね。ハンバーガーとシェイクシャックバーガー、モスバーガーが代わりにないですね、こっちには。でその代わりこのシェイクシャックバーガーのポテトはちょっとモスバーガーっぽいというか、まあなんかギザギザポテトなんですよ。99番、あーなんかもう食ってる、もう食ってますね。あ、ポテト、このギザギザのポテトがね有名なやつです。あ、これシャックバーガーですね。あ、美味しかった。あー、そっか、この時間の飯テロはやばいって、皆さん夜10時なんですね。このポテトがね、良かったりするんですけどね。ポテトこれだけ残ってるよっていうのをやってますね。見どころを作ろうと必死ですね。なかなか見どころを、あ、シェイク、これシェイクだよってやってくれてますね。シェイクはバニラですね、はい。これでいくらするんですか。多分ね、これでハンバーガー5ドル、ポテト4ドル、シェイク5ドル、14ドル、2000円ぐらいするかもしれないですね。円安。これはもうあの事前に予告しておきますけれども、ご飯食べ終わった後に何も起こらないです。帰って、おしまい。あ、眠そうですね。じゃあ行きますか、リュックショってね、アメリカンスタイル。24日もライブできたらしようかなというふうに思ってますね。まあできるんですけど、それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。じゃあのー